sense of humor. This is Docomo making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今日はですね、はい、三谷さんに、ま、土下座の準備はお済みでしょうか。昨日の小枯らし文次郎の件ですけど、そうです、松岡さんが検索したら、うん、小枯らし文次郎こんにゃくでは一件もヒットしなかった。松岡さんのやつは多分古いやつなんですよ。テレビドラマ小枯らし文次郎の中で、中村敦夫演じる文次郎は、こんにゃくがどうしても食べられない丸、理由はこんにゃくが間引きに使われたものであるという場面がございまして、それが脳裏から離れられない。あれ、よくわかんないけど、あんまりオンエアしづらい。とにかく食べれなかったということは分かってくださいね。はい、だから中村敦夫さんに会ってもこんにゃくの話っていうか、そういうものを送っちゃダメだよ、文次郎はね。うん、フィギュアスケートの中野ゆかりさん、うん、あんまり詳しくないですけど、僕もね詳しくなかったんですけど、すごい方らしいんですよ。はい、で今その方がもう辞めて、うん、フジテレビに入られて。あ、そうですか。映画部に入られて、はい、今僕の映画の現場にいらっしゃるんですけども、もう僕は全然知らなかったけども、お会いした瞬間にこの人はただもんじゃないなっていうぐらい、何それ、オーラが出てるんですよ。ものすごく輝いてる感じがした。うーん、長谷川真知子さんの逸話に、うん、一人で九州かどっか旅行して、うん、女だてらに芸者さんを呼ぶんだよね、うん、それで一対一で長谷川さんがね、うん、長谷川真知子の目の前に芸者さんがいて、うん、何かこう、うん、歌を歌った、うん、それでお客様はどういう方ですか、うん、それから私は普通の主婦ですって嘘をついたら、うんうん、いえ、あなたは何か特別なものを持ってらっしゃる方です、私は分かりますって言われてびっくりしたって逸話があるんだけど、うんうん、何なんだろうね、あるのかな、その人の、じゃあ理由じゃなく、うん、内側からのすごい出てますね、なんか、うん、やっぱりこう人前でそれだけこういろんなね、うん、なんか僕本当に分かんないです、なんとかスピン、なんかすごい技を、トリプルアクセル、ドーナツスピン、ドーナツスピン、あ、なんか美味しそうだね。昔スピンって食べ物あったあった、スピンであの丸っこいやつでしょ。そう、なんか知らないけど鼻の上に置いて、それこそ好きだったな、スピン、トリプルアクセルですよ。なんかなんだろう、おでこに置いて、鼻を通過して口に入れるっていう食べ方がなんか流行ったんです、ね、スピンってあの丸い、あれなんていうんですか、なんか なんだろう、タイヤの形というかね、あれはなんかトウモロコシの種、種なわけでしょ、潰してトウモロコシ自体をね、どんだけ貧しい村の食べ物なんですか。今ないですね、今ないですね。でもオットットとカールと、うん、ああいう感じ、ね、カールみたいな感じ、うん、半分にしたり、確かにそれをおでこに乗せて CM でやったね、 CM でやったんだ、うん、口までこう落としてて食べるってやりましたよ、うん、だから中1の頃に特技の欄にそれを書いて、うん、なんか先生から注意された子が数人いました、うん、スピンは特技に入らないからっつって真面目にただね、そういう話に落としてほしくないんですこれ、あ、ごめんなさい、中野ゆかりさんのことをよっぽどのだから威厳を持った女性である、 すごいですよ。それを例えば沢口靖子さんと中野さんと2人歩いてきたら、うん、全く何もわからない外国人でも、うんうん、はぁ、ものすごい、どっちにびっくりする、いや両方じゃないですか、同じぐらいすごいと思うよ、両方の、なんだこの国はって思う、俺と俺がもうぶつかり合ってすごいなんか化学反応を起こしてる感じになるんじゃないですか、ぶつかるかな、うん、で実際僕の知り合いがそのまた全然別な時に、うん、その渋谷の、 あのスクランブル交差点で中野ゆかりさんを見つけた時もものすごいオーラ放ってた、もう周囲がハァってなるぐらいの、見たい、どういう感じなんだろう、いやちょっと合わせたいですね。あとさ、うん、オーラのことさ、オーラって言うじゃん、なんか田舎臭いんだけど、オーラ、オーラ、風邪ひくなって、オーラじゃん、やっぱりオーラ、オーラの、オーラが出てる、オーラが出てる、うん、オーラのかっこいいじゃん、オイラみたいじゃないですか、オイラオーラ、オーラ、オーラでしょ、オーラか、オーラ、オーラ、風邪ひくなって曲あるから、誰が決めるんですか、いつも思うんですけどね。でも標準語辞典とかあるじゃん、うん、つまりは、全国ツアー、全国ツアーって私が言った時に、うん、それ間違ってますよっていう時に辞典があるぐらいですから、うん、やっぱりあるんじゃないですか。昔からある言葉なら分かるんですけども、新しくできた言葉、うん、オーラも昔からあるんじゃない、あの英語で、まあちょっと A から始まる、例えばなんだろう、なんか何でもいいじゃん、なんか新しい言葉、例えばポカリスエット、うん、まあじゃあポカリスエットが今
突然この世に現れたとしますよ、うんうん、でそれをポカリスエットと名付けた時に、うん、そのアクセントは誰が決めるか、ポカリスエットなのかポカリスエットなのかどう思います？すいません笑って、ポカリスエットってことはないと思いますね。なんで知らないけど、でもポカリポカリって言うじゃないですか、略した時にね、うん、言いますね、ポカリスエット取ってって言ったら、って言われそうなのは不思議ですね。だからそれをその、はい、イントネーションを誰が決めるのか、すごい不思議なんですよね。そうですね、なんか定着みたいなのが、うん、やっぱ できてくるまでがその名前の命なんですかね、うん、オバマ、そうです、オバマ大統領、今オバマって言ってるけど英語ではオバマ、オバマでいいじゃないですか、オバマでもいい、本人になった時言える、じゃあオバマ大統領、オバマ大統領、不思議ですよね、そういうの。そんなに不思議ではないんですけど、僕の名前もそうですよ、三谷と、三谷っていう人もいるんですけども、三谷、あの俳優の三谷昇さんは三谷さんなんですよ、で僕は三谷なんですよね。本当だ、誰が決めたか分かんないけど、ずっとそう昔からそうなってますね。私にとっては三谷昇さんも、うん、三谷昇、三谷昇さん、誰が決めたなんか誰が決めたのかって、まあ、その話をしてるんですけど神様が決めたのかな、なんだろうね、不思議ですね、不思議ですね、うん、戸川純さん、戸川純さんまあそうです、戸川雅子さんでもいいんですけど、戸川雅子、うんうんうん、清水さんはどうなんですか。清水さんって言われたこともあります、清水さ ん、うん、清水さん、清水が気持ちいいですけど、ね、道子さんは、道子さんって言われたことないですね、あのピンカートンさん以外にピンカートンさん、だからピンカートンさんの役の人が言いそうじゃないですか、みちこさ ん、うん、そんな感じいないよって思いながら Well, みーちゃん How a person says you're